ハインリヒ7世は、ルクセンブルク博及び、バイエルン公。ハインリヒは、モーゼルガウ博フリードリヒと、ベッテラウ博ヘリベルトの娘イルムトルートの間に、長男として生まれ、バイエルン公ハインリヒ5世及び、新生ローマ広報国軍でのおいにあたる。1025年に、モーゼル博くらい、1026年に、叔父ハインリヒ1世の死により、ルクセンブルク博を継承した。 1035年には、トリーアのザンクト・マクシミン修道院のフォークトとなった。また、エヒタナハ修道院とも近しい関係にあった。1042年2月、皇帝ハインリヒ3世は、バイエルン大綱領における選挙法に従い、ハインリヒに、バイエルン行為を与えたが、ハインリヒはこの地をすでに15年ほど前から、実質的に支配していた。1042年、 1043年及び1044年にハインリヒはハンガリー遠征に参加している。また、1047年にはコラントハクディルク4世に対する遠征にも参加している。ハインリヒは1047年死去し、ザンクト・マクシミン修道院に埋葬された。ありがとうございます。